オールド・セーブルック駅は、アメリカ合衆国コネチカット州オールド、セーブルック・ボストンポストロード455にある駅。全米各地を結ぶ、旅客鉄道のアムトラック及び、コネチカット州の沿岸部の近郊輸送を担う、ショアラインイーストが乗り入れている。駅1915年2本のノースイーストリージョナル2012年8月、オールド・セーブルック駅は、ボストンポストロード、 ミドルセックスターンパイク、コネチカットターンパイクから簡単にアクセスできる。当駅にはアムトラックのノースイーストリージョナルが停車し、ショアラインイーストはニューヘイブンとニューロンドン間の沿岸の街を結び、通勤客を輸送している。エスチュアリ交通局はコネチカットリバーバレーだけでなく、沿岸部を結ぶ路線バスを運行している。1 9八十年代半ばアムトラックが 駅周辺に所有していた2200平方メートルの土地がセブルックジャンクションマーケットプレイスに再開発された。駅の東側に建設されたこの複合施設にはニューイングランドの村の最高の支出を喚起する店舗やオフィスがある。貨物倉庫はレストランに改装された。セブルックジャンクションマーケットプレイスはアムトラックが民間開発業者に対し より魅力的で活発な交通機関の開拓を目指して、その資産の一つを長期リースすることを可能にした最初のケースの一つであった。1990年代後半には2000年にアセラ・エクスプレスが運行を開始するためコンクリート枕木にさらがえされた。2002年には総費用は260万ドルをかけたカユホームと古線橋が建設された。 アムトラックの停車する列車は、下記の通り。ショアラインイーストの停車する列車は、下記の通り。当駅から乗車できるバスは、以下の通り。ありがとうございます。